17番パー5、フォローです。セガ選手現在3位タイ、イーブンパー、絶対バーディーが欲しいところ。ナイスショー、いいね、プレッシャーガットをまっすぐ行って、さあリザーシナスパー5、第1打ちょっと右に吹けてしまいました。あれは大丈夫系、さあパー5、マンブリ竹谷選手、うおシャフトが顔に当たってね、こうやってプリファードライワンクラブ動かしてもちょっと大丈夫ならないです。パンチショット低い球で100ヤード、さあ綺麗に木に当てずに出るか、うん、ナイスアウト、ナイスアウト、さあセガモモカ選手大事な2打目、3位タイです。バーディーが欲しい、綺麗にフェアウェイ真ん中に打てました、ナイスショー、ちょっと左に引っ掛け気味です、フェアウェイ左ラフ、吉田選手まだ200ヤード時間があります。2打目がアンチャートの100ヤード、さあフォローを利用して打てるか、ちょっと右に出てしまった、ちょっとやばい、林方面、なんか超ヤバそうな角度だったけど大丈夫、大丈夫なような声がかかりましたが、戻るのは大変なので暫定を打ちます。今度は左に、左違うグリーン方面でした。さあセガモモカ選手17番ホール第3打目、100に上りフォローです、大事なショットになります。ピンに向かって飛んでればちょっと浅いか、お乗った乗った、お、ナイスショット、ナイスショットです。竹谷選手3打目、ナイスオン、160ヤード第4打、さあパーセーブしたいところ、60ヤードです、ピンに絡んでます、よいしょ、竹谷選手バーディーパット、ちょっと読み切れませんでした、スライスライン、さあ瀬川選手バーディーパット、現在3位タイ、トップと1打差です。入るか曲がるか、惜しい、ナイスパー、惜しい、うん、ナイスパー、さすがモモカ選手泣いてもらってもこのホールあと1ホールです、
現在3位タイ。うん、ナイスショー。ナイスショット。ちょっと右に出てますが、大丈夫です。セガボンゴー選手、これから18番第2打、現在4位タイ、トップと1打差、大事なショットです。若干上り153ヤード上り、風がどうかユーティリティで持ちました。グリーン左からフェードがかかって、右にフレンドリーキック、ナイスオンです。吉野キッカー選手、145ヤード。ショートでしょうか。武井選手は残りあと110ヤード。ライスです。ライシャー。ちょっと出なかった、またバンカーに行ってしまいました。これもショート、寒さ風、集中力をキープするのは大変です。大事なバーディーパットです。まずは吉田選手から、どうかか、曲がるか、来るか、おー、来たー最後の最後ですごいやってたね。今のパットはすごかったね。来い、惜しい、ナイスパー。はい、皆さんお疲れ様でした。すごかったね、パット読み切って絶対あれ10回に1回も入ってない20回に1回ぐらいしか入ってない。坂井選手現在5位タイ、笹原選手下りの難しいアプローチあります、現在1オーバー、これを入れると5位タイ。去年リンゴルフフューチャーズツアーランキング第3位で、今年はアメリカに行きます。いいタッチです、素晴らしい、すごく速い。先ほど撮影した君もこのピン位置に悩んでいました。よし。このホールのピン星は非常にえぐいところに切ってあるので、上につけるとパーを取るのが至難の技です。ナイスタッチです。ナイスタッチ。どうなるか。惜しい。
あのナイスタッチだと思われるパットがこんなにオーバーしてしまいます。さあ坂井選手、これを入れるとトップタイ。さあ読むことができるか。読み切れない、止まらない。してしまいました。ナイス。さあ坂井選手、パスやってないか。ナイスパー。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあトップタイの上田選手やってきます。ニューコースの9番ホール、今日のピン位置は信じられないぐらいえぐいところに切ってあり、オーバーするとほとんどパーは取れません。特にグリーン左に反らす、左奥に反らしてしまうとまずパーはありえないでしょう。ということで1人目の選手は反らしてはいけないところに来てしまいました。この選手も反らしてはいけないところに来てしまいました。3人目の選手、かなり左側の上から打っています。寄せることができるか。これはナイスショットです。下につけました。これはナイスショット。このホールはあそこにつける以外にバーディーを取る方法がありません。この選手はナイスショットです。超ナイスショット、素晴らしい選手です。現在トップです。向こうから来たよね。あの左の上の方から。超ナイスショットだったじゃん、ね、それ優勝パットだよ。頑張ってね。まだワンアンダーだよね。はい、まだ優勝ボット。プレッシャーかけちゃったさあニューの9番ホール、このえぐいピンポジをどう寄せるか。お、絶妙。まあ今日のピンポジだとしょうがないかなっていうショットかな。絶妙な寄せができるか。これもいい感じだけど止まらない。えぐいね今日のピンポジは。残りのパット惜しい。さあ上田選手優勝パットです。決めることができるか。どうだ、はい、惜しい。ナイスワンアンダーでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。インの18番何だった？インの18番。インの18はパーです。パーか。ちょっと残念だねそれは。